はい、ジェントです。おはようございます。今武蔵五日市の駅の前のコンビニにいます。今日はですね、カザハリ林道チャレンジということで行っていきたいと思います。カザハリ林道はですね、関東四天坂の中でもまた最強って言われてる一つなんで、今日登れるかどうか全く分かんないんですけど、まあちょっと行けるところまで、まあ、行っていきたいというふうに思います。ちょっと紅葉が色づいてますね。はい、右側が檜原村役場ですね。カザハリ林道入り口まであと1キロぐらいだと思うんですけど、結構もう始まってるかのような、なかなかの坂が続きますね。武蔵五日市の駅から、まあ、22キロカザハリ林道の入り口まであるんですけど、結構アップダウンもあってね、なかなか距離が長く感じます。ついにカザハリ林道の入り口らしきものが見えてきました。見てください、この急激に上がるここのところが入り口だと思います。いや、これは本当に撤収っていう YouTube の動画もありましたけど、見た途端にそういうのも分かりますね。ちょっとすごい音がするんですけど、なんか一番インナーのギアに入れるとちょっと異音がするんですけど、まあ、カザハリ林道これからちょっと頑張っていってみます。何の音なんですかねこれ。ここからあのキノコ山まで、キノコ山センターまでが、きついそうなんですけど、ものすごい音がしますけど、だからちょっと最後までいけるか分かんないですねこれ。動画だとね、あのシャドウがわからないんですよね。ですから結構動画を見たんですけど、シャドウわかりません。まあ、平均 12.6 とからしいんですけど、10% ぐらいのところが4箇所ぐらいあるということで、その辺でいかに足を休めるかポイントだっていうのもあったんで、まあその辺も意識しながら登ってきたいと思います。対向車が来ると足をつかざるを得ない場面もあるかもしれない。道が狭いんでね、よしよし、休めポイント1路目の来たみたいです。はあ、はあ、はあ、息の足を整えよう。はあ、切れた。しばらく辛抱です。
岡山センター第一関門突破しました。しんどいわ。岡田春時第二章です。第2番目から足休めるとか、いいな。休める気が高いですね。皆さんのため。4番目の蹴地からそして唯一の下り、いやきついここ長いんですよ。やめていいよっていう声が、悪魔の声も聞こえまして、頑張ったよみたいな。別府選手の言葉がきついのは今だけだよというのを思い出してやります。別府選手ありがとう。5つ目ですかね。やっと感謝面です。そろそろお楽しみの絶景ポイントが近づいてきました。見てください。Somebody wake me up. I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah. I just see your face wherever I look. なんか釣りかけたような動きがあるんで、まだ大丈夫ですけど、ちょっと注意しながら走ります。到着したか。
着しました。お疲れ様です。